島田洋一の朝から言わせろいいねそれおはようございます KBC の悠仁平ですおはよういます島田陽七ですおはようございます小柳由紀です市長はい季節は終わっているんですがうん今年は松茸がたくさん取れたそうであ,あそうなんでそれによってうん、亡くなる方が続出したんですってあれやろ山の中取り行く人がおるんやろそうなんですよ<ー>はあ 今年はたくさんマツタケが取れて他の人に譲るまいといって1人で登る方が多かったそうで11月の時点で長野県で15人。 山で亡くなったそうです。鳥に行って。なるほどな。やっぱりマッタケで、はい、食べたいのはわかるけど高いもんな。<ー>あのドビムシだからなんで千二百円もするのかな。高いです、ね。お、うん、だからうちでドビムシ作るときは、はい、あのマッの元ってあるいは味のお茶漬けのあ,、はい、あれ入れてやっと似たようなもんやで、はい、あ,ありますね。あのエリンギかなんか切って、はい、食感はエリンギや。<laughs> 確かにそうです。うん、ほんであの味のあ,あのマ <laughs> ッのお茶漬けの元みたいなパティとほとんど一緒。匂いもものすごいもモ。<laughs> 十分1本2,000円とか言ったらやっぱ買うのもためらうっつったわ嫁さんパクっとくて2,000円かいみたいなでもお年寄りに言うけどそんな山中もう行ったらあかんでなあだって帰る時わからへんなってしまうんやろはい十何人も亡くなってんの長野県で15人去年の5倍だそうです五倍。5倍 売りに行くんからでも自分で食べるんかなやっぱ売りにも行くかも分からんなそうでしょうねまったけ狩れ俺テレビではやったことあんねんな撮影でほぼ見えんもん見えんようなとこにあんねんやっぱりプロが見たら「あいこここれ見てください」って「あっ!」てこんなんや赤松の根元そうそうだそうですねだって俺小学校佐賀の赤松小学校やであそうでしょ松がいっぱいあってあやマジで俺らは知らんけど俺らがもうちょっと前やろなまあいっぱいまったけあったらしいだね は昔はいっぱいあったんやで結構なうん、うん、松があったから、はい、で松がほら枯れてしまったやんか今な、うんうん、だから少なくなったけどな俺そんなクオうもにいは最高に好きやけど、ね、食感はもうあれでさっき言うたけエ,エリンギで十分やで俺が袋でこうに匂いかきながらエリンギ食うんやほい袋がこにこいいでてエリンギ食うねんか十分やんかほて人に全く食ったん言うたらええやんかそういう嘘はかわいいやんか。ですね。 うん、誰も、幸せ今年食べた?。食べてない食べてないやろ?ですか。俺も全く、お前東京の寿司屋でバーッとやったら、千二百円もうやめたと思うんだよ。うんそうやったら寿司食った方がいいと思う。あ、確かに。うん、二三切れやで、多分。はい,はいはい。でも寿司屋も分からんな、あのな、あの全くの元のあれが匂いが入ってたいからな。食べたことない。私、え?。正直。今、どんなんでもあんねんです。<laughs> また。明日です。はい